ウィスス、ウィスス、タイタンでーす。鋼でーす。お願いします。お願いします。じゃあ今日のテーマは？今日のテーマは、はい、2人の生い立ちについて話を、いいですね、はい、しようかなと思ってます、はい。最初の出会いは？出会いはでも大学でしょ？大学のはずです。多分そうだよね。多分そう。全然一覧性とかじゃそういうのじゃないんで、幼馴染とかでもないんですけど、まず、はい、2人は同じ大学の同級生、はい、になります。なりますね。で、2人とも体育会に入ってたんですよ。うんうん。で、まあ凌介はバスケで、自分はラグビーやってたんですけど、うん、最初の出会いってやっぱ凌かな。凌、うん、体育会の凌だね。2人とも1年生の最初から体育会の寮に入ってて、で、そっから、そこだよね。うん。あと、寮とあと同じキャンパス。ああ、学部も一緒。うん。SFC ね。SFC だから、キャンパスも一緒っていうこと。でもなんか定期的になんか顔を合わせたら喋ってたような記憶が多々あるような、ないような。そうだね。普通のね、違う部活だったらそこまでコミュニケーション取らない傾向が。ね、あったけど、うん、なんか結構喋ってたような記憶が。一緒にトレーニングをした記憶もあるし。トレーニングもしたっけ。した。この高谷からダンベルフライ教えてもらったもん。マジ。マジでダンベルフライで、この就職のこれ聞くよって言って。もう今だったらもう聞かないだろうと思いながら、ま、マジ意味ないね、こんなの。これめっちゃ聞くよ。ちょっと取り入れた自分もいた。いや、大学1年生は生きてたんだろうね。完全にお互い生きてた。まあとりあえずは大学からの知り合いという。そうですね、長くなりましたけど、はい、大学卒業してもう10年か、10年経ちましたよ。10年経ちましたね。2011年卒業なんで、2021年で10年経ちました。はい、はい、で？で大学卒業後は？で、お互い一般企業に就職するんですよね。うん、2人とも、はい、サラリーマンとして入社してます。はい。まあ会社も結構業界としては似てる業界に就職したよね、うんうんうん。まあ、製造業か。製造業、メーカーですから。メーカーで、うん、で、また面白いのが初任配属地が一緒だった。そう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 。私は確か日立系列の会社に就職して、もう最初の2011年の4月から、最初から関西支社、まあ、大阪の方に配属になりまして、ちょっと遅れて高井が来たんかな。そうそうそう、ね。俺は研修終わって6月ぐらいに大阪行ったんかな、うんうんうん。当時全然さ、友達もいないから、うんうん、でもともとまあ知ってた凌介とかと連絡取って、うんうん、週末とかはよく飲んでたし、よく飲んでね、遊んだ記憶がめちゃくちゃあります。めちゃくちゃあるよね。めちゃくちゃ、うん、本当に週末は凌介としか遊んでなかったって感じかな。いや、私は真面目にやってた方なんで。そうですね、はい。まあ凌介は結構真面目に、まあ、僕ん家に一回来てもらって、で、僕ん家でウイスキーの瓶を二人で一気して、そのまま南ナンバー心斎橋に酩酊状態のまま行って、朝まで遊ぶみたいな、結構そういうのを凌介は真面目にやってました。真面目にやってました。真面目にやってましたね。真面目にやってました。はい。で、まあ僕がね、その後転勤とかになって一回大阪離れたりするんだけど、その間もずっと凌介は大阪に。うん、ずっと大阪だった。だよね、うん。転勤なくて。そうそうそう。いつからコンテストに出場？二人で今こうやってコンテスト出たりしてるんだけど、俺はこういう風に。なったっていう企画やっぱり凌介はでかくて、あの時誘ってもらわなかったら、うんうん、絶対こういう風にはなってなかったんだと思うんだよね、うんうん。で、最初に凌介がコンテストに出始めて、うん、2018年からコンテスト出るようになって、その時は一人で出てたんかな。そう、ベストボディジャパンに一人で出てて、出てて、そう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 。で、なんか結構そのコンテストに出場するまでの過程とか結構楽しかったんで、2019年からちょっと周りの人も誘って一緒に出ようかなっていうので誘ってくれたんだよね。高谷さんをお誘いして、自分の中でもう一番適してるのも高谷しかいないでしょってなって、まあ筋トレしてたしね、ずっとそう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 、うんうん。で、高谷さんに一緒に出ましょうって言ったら、もう首を縦に振ってくれたので、
そうだね、あの時でもあんまり迷ってなかったかもしれない。あ、面白そう、やってみようって、うん、結構すぐに心が動いたというか、そんな感じだったんでね、うん、それがきっかけで、そういう仕事まで変わっちゃってますから、うん、はい、そうなんです、仕事変わっちゃってるんですよ。脱サラトレーナーなんですよね、お互いまた共通で脱サラ、はい、脱サラしてお互いあのパーソナルトレーナーとして今は活動しております。はい、で凌介は、うん、もう自分のジムを構えて、うんうん、2年目、2年目になりました。で僕はあの地元でパーソナルトレーナーとして今働いてますと、うん、今年からね。はい、なので2人ともすごい共通点があるんですね。ありますよね、うん、まあ、人生の歩みというか、うん、なので視聴者の方々、こういう流れで、流れというか慣れ初めですなんか聞きたいことコメントないな、ないな、別にいいですわ一人ぐらいいる、いる、いる、いないでしょ、いる、いるかな。村上さんあたりコメントしてくるんじゃないの。いやまあ彼はするだろう、1個目ゲットとか言うかもしれないけど誰、誰だそれすんじゃねえ身内の話すんじゃねえよみたいなすいません、すいません、まあ、本当になんか聞きたいことあればあのコメントしてくださってすごい嬉しいですね。はい、はい、嬉しいです、はい、最後の一言。今またこうやって2人で競技者として、まあ、大会にも出て自分の成長もしていけるようにやるし、まあ、お互い同じ仕事で、まあ、自分たちの経験とか知識とかそういうものを、まあ、会員さんに還元することで、まあ、お互い会員さんも含めて成長していけるように、うん、でここは切磋琢磨して、まあ、知識も共有、経験も共有しながらさらにいいものをね、うん、あの世の中に提供できるように頑張っていきたいねっていう話をしてますうまくもうまとめてくれました合ってます、いいですか。合ってます、はい、真面目か、皆様のね、はい、皆様のお役に立てればと思いますので、はい、どんどん我々のことも使ってください。はい、はい、じゃあここまで動画を見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ウィスです。ウィスです。真面目ですからね。はい、真面目です髪の色、髪の色は髪の色は真面目髪の色は真面目